はい、えー、こんにちは、トレーダーの友です、えー。今日はですね、日経平均株価、655円プラスということですね。えー、まあ、ずっとちょっと難聴だった数日でしたが、一気に戻したというようなところです。 まあただ、ですねこの上昇の流れに逆行するような感じでですねストップ安をずっとね2日間連続でしているのが創生グループというところでこのようにですね制限値幅の拡大を明したからするというような形になります。2日連続でですねストップ安となってそしてかつストップ配分も行われないというようなところでそれが2日連続で続きましたということになります。で明日なんですけども、まあ 円で今日は引けておりますので、ストップ安だとなんと360円まで、えー、まあ、下があるというようなところで、えまあ、いくらで値をつけるのかっていうところがですね、えー、結構狙い目かなと思います。で、えっ、ー、とまあ、僕もいろんなね。あのこういうストップ高ストップ安のね。銘柄って触っては来たんですけども。 まあ結構珍しいんですよね、この、まあ、値幅がね、拡大する時っていうのはね。なんで、ここはすごい売買が活況になりますので、結構ですね、デイトレーダーたちが、まあ、参入してね、来るっていうのがね、まあ、予想できるというとようなところです。で、僕もね、明日はですね、朝からね、総勢ちょっと見ていきたいなと思うんで、さすがに300円まではいかないかなというふうには思いますので、ちょっとどこで貼っていくのかっていうところをですね、えー、分析をしていきたいなと思っております。 えとまず創生グループなんですけど、ちょっと需給のところからお話をしますと、えーまあ、株価ですね、今、上昇基調には来ていたんですよね、えー、ここですよね、だいたい2022年の6月ぐらいからですね、1年ぐらいかけて、まあ、この上昇トレンドっていうのを作っていましたというようなところで、まあ、直近ちょっとですね頭を押さえつけられるようなね、この3100円のところで押さえつけられていましたけれども、まあ、結構上昇トレンド、きれいな上昇トレンドを、まあ、描いていたというところですね。でそれでいくと まあ信用買いが、ね、少しこの上昇、直近のこの上昇では、まあ、積み上がりつつあるというような状況でもあったというようなところですね、特に高値の3000付近ですね、少しコネの,のところも残ってたりはするというような感じです。で、コののところもですねちょっとチェックをしておきますと、信用買いのところですね、先週の金曜日の段階で500万株ぐらい残っているという状況ですね。ずずっとこの銘柄は400万ぐららいいから少しずつ増えているよう ような感じですね信用買いがで、まあ、上昇とエンドにあるにもかかわらず、まあ、あまり信用買いが減っていかないというところでやっぱりその辺のところがですね頭重くなってたのかなと、まあ、直近のですねこの辺の週の仕足の重さっていうのがそういうところに響いてたのかなと思ってますでこの辺の、まあ、今、日足に切り替えましたが、まあ、今ですねここまで落ちてましてでここからですね信用買い まあ500万株ですね、えー、この辺のところがあ、まあ、ずっとですね下まで引っ張られているわけになりますので、まあ、大量のですね、えーまあ、損失、それからお衣装がむしろあのかかっているようなですね信用外、まあ、これのところの反対売買っていうのが、まあ、行われていくということになりますので、まあ、特に寄り付きはかなり下から始まっていく可能性っていうのは十分あるのかなと思います。ちょっとねこれがどの辺で、まあ、もちろんですねあの寄り付くのかっていうのは全くわからないわけですけども。 まあ少なくとも今日の売りの、ね、状況とかを見ますと、まあ、まだまだ下だなという感じがあのしています。で、えっ、ー、と、一番のですね、えーまあ、寄りつく、ここでは寄りつくだろうというと、ころの候補がこの辺りになります。で、一応ちょっと手足から見ていくと、はい。 こんな感じですね、えー。下のところがですね、ちょっとこの辺のところですね、ネックラインで、えー、引けるかなと思ってまして、この斜めの黄色いラインですね。まあ、このラインっていうのは,は、徐々に一度も割っていないような、は,、まあ、はっきりとね割っていないような、そういうラインかなと思いますので、結構これに、まあ、なんか支えられる可能性というのはあるかなと思ってます。でこのラインはですね、この直近の方この安値のところですね、ここは999円、まあ、1000円ぐらいのところですね、えー。それからその前のこの安値のところは1060円。 ですねでこの青いラインで引いてみますと、ここですね、今日の終わり値が1160円ですけども、まあ、ここで見ていくと、ちょうどですねこの斜めのですねネックラインと直近,のです、ね、直近の1個前のここの安値ですね、この1060円のぶつかるようなところ。 なんで、このラインっていうのはさすがに硬いんじゃないのと、買いが入りやすいのではないかなというので、一番ここまではさすがに反発できるんじゃないかなというのがまあ一つですね。なんで、この辺で買いを入れたいと。で、ここを抜けてしまうという場合だと、これはさすがにないとは思うんですが、ここをですね、このラインが748。ここは薄いとは思いますが、一応ですね、ここにもありえるかなというところで、755円ぐらい。 でもうちょっと軽めのところで、えーまあ、寄りつくかなと、早めに寄りつくかなというところでいくと、この1490円のところですね、まあ、ここのところっていうのが、なんでここで設定しているかというと、ですねちょっとフィボナッチをもう引いてみようと、もう分かんなくなったらです、ね、フィボナッチを引いて、大、え、体、ーいいね、この61.8%戻しですね、この上昇に対して61.8%戻しのところっていうのが、まあ、一応ですね、ここもひ。あの とととはなると思うんですすすけどちょっと近すぎますよねここでだいたい1800円ぐらいなんで、そんな小さい下げで済むかなっていうところはあるかなと思うので、もう一段下、この78.6%ですね。あんまりここは反発しないポイントではあるんですけれども、まあ、ひとまずですね、ここで一旦反発する可能性があって、まあ、そこでここのですね、一応ネックラインにもなっているような、そういう横軸のラインでもあるので、 こここですね、えー、この下落時も一旦ここで頭を押さえつけられて反発してますよね。戻り高値みたいな感じになっているので、まあ、このラインっていうのが一つ意識をされるであろうと考えると1490円。まあ、ここも候補、ね、の一つかなと思います。まあ、めちゃくちゃ浅かった場合、ここなんですけどね、61.8。まあ、61.8は結構戻りやすいポイントですので、えー、まあこのところも一応、寄り付きの、ね、板の状況から見ると、まあ、考えた方がいいかなというような感じです。 というところで、えっと、まとめますと、あ、すいません。まとめますと、僕の一番ですね、明日のポイントとしては、ここ、1060円で買えるといいなというのが一つと、あと、次が1490円ですね。はい。ここからのロング。それから、すごい浅かった場合に、この辺ですかね。まあ、1800ぐらいのところですね。817、26こののこ、ね。この辺のところですね。この辺の上昇っていうのは、 まああるのかなというところですね。この辺はフィボナッチですけどね。最終的にもうめちゃくちゃ落ちる場合は748ですけど、これはさすがにないとは思っています。この3つのどれからですね、明日入れたらちょっと反発とかね、取りたいなと思ってますので、えー、まあちょっとデイトレのね、話にはなってしまうんですけども、共有をさせていただければと思っています。 で一応、まあ、冷やしで見てもですね、えーまあ、同じようなラインで引けるかなと思いまして、あと今の話っていうのは、この価格帯別出来高もですね、一応ちょっと紙をしているような、そういったあ、まあ、ラインかなというふうには思ってます。まあ、今まで出来高がね、ここすごい多かったところっていうのが、あの今日ですね、引けたところなんですよね、実は。ですね、ちょうどね、ここのストップ安配分のところがここと。なんで、こっから下っていうのは、出、ま、来、あ、高そんなないところではあるので、 だんだんね、落ちてくるば、落ちてくるので、まあ、この辺のところはですね、さすがに揉むんじゃないかなと思ってます。この1500円あたりですね。というところで、えー、この辺でちょっと明日勝負を仕掛けて戦えればと思ってますので、まあ、もしですね、えー、明日相場見れる方はですね、えー、ちょっとね、えー、こういう銘柄も触ってみるのもいいかなと思います。 はい。ということでですね、えー、今日は2日連続ストップ安の創生グループですね、えー、扱っていきました。まあ、面白いなと思っていただけましたら、高評価ボタンぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。